いい加減なテレビをご覧の皆さん、どうも元気ギターの及川です。ボーカルの鈴木です。ベースの朝日です。ドラムの山田です。今年2014年ももう残りわずか、あと何時間から人気今年1年ありがとうございましたということを含め、まあ、ちょっとお話ししようかなということで、鈴木的主観2014年ブージークラクションを振り返りましょう。じゃじゃん、じゃじゃん、じゃん、山田さん加入わ、はい、あ、重大ニュース的なことね。そう、ていうかこのフリップ知ってた？さっき書いたんです。まだ1年しか経ってないっていう感じがしますね。アルバムの3月ですね。アルバムの発売日じゃなくて、パワーでしょ誰も覚えてないじゃん。ジャケットにを発表するにはそうだそうだそうだね、そうだね。4月に、一斉にをそう、あのライブがあったじゃん。新曲だけやる、新曲をやるライブ、初めてがいっぱい、初めてがいっぱい、あの時に発表してくれるくださるみたいな雰囲気でワンマンで発表してくださるみたいな話だったんだけど、なんかジャケットを出ちゃうぞ出ちゃうぞ先にね、これメンバー全員映ってるから、これは言っとかないとなみたいな、じゃあしょうがないから言うなみたいな感じで郡山で発表、郡山そうなの、そこまで覚えてる、まだ1年しか経ってない、1年もう経ってないね、ペペ新人さんです、すごいね、楽しいっすね、楽しいよね、よかったって言えって言われた俺は楽しくないなんでだよ。はい、じゃあ次いきます、はい、じゃじゃん、どうやってやるのこういう時って、向こうに向けてやればいい、下手、じゃじゃん、朝日さん自分のことを名前で言ってそれ俺今年じゃないよ。いやでもね、みんながすごいそれを気にするようになったの今年なの。あ、そう、ミクさんはそれが引っかかった、そう、すごい引っかかった今年。朝日さんはあのね、ちょっと言いづらいことを言うときに自分のことを朝日って、朝日実はさとか、あー癖っつうか、いや、あのね、俺普段からね、割と朝日って言ってる誰にでもあの名前覚えてもらうの一番早いから。そうだね、名字っつうの珍しくない？でも司が男子が自分で言うから、2人いるんだもん、司的にはって言えないで、ね、どっちのってなるでしょ。そう、たまになんか尺に触りますね知らんもん、ちって思う何名前で言って可愛くぶってんだよ、可愛くねえよ思っておりました、私的には。じゃあ次いきます。そんな朝日さん、じゃじゃん、車に引かれるつい最近じゃん、それ、ね、まあでもライトな、ライト、ね、出会い頭になんか一時停止無視してきた車にドンって。違うんだよ、もうね、問題はやっぱライブの日の朝だったっていうね、朝ね、集合したらね、車取りに行ってる最中に来たね、そうだね、いや、実はさ、ね、実はさ、朝日今車にちょっと朝日、うん、その時ちなみに朝日とは言ってない、言ってない思ったね。で、次どんどん行きますよ、はい、次、最後ですね、最後かい及川くん、10年ぶりに美容室に行ってた、私結構気になったな、それも最後、なんで自分できるようになったかっていうのは、おしゃべりするでしょ、うん、する、うん、あれがね、あんまり好きじゃなかった、あで、自分で切ってたら案外うまいな、うまいよね、だって目つぶって切ってんでしょすごくない？俯瞰で切ってるってこと？目つぶって俯瞰から見てるってこと？自分ってイメージして切ってるってことだね。調べていったら俺母ちゃんの方のじいちゃんって会ったことないんだけど、うん、俺がちっちゃい頃欲しいんだよ、俺が生まれる前にね、会ったんだけど、調べていったら蜂が父ちゃんとかどっちか、じいちゃんは床屋さんやった、血が、あって、この間仙台の時間があったから、その間に切ったら受けるかなと。それは今思って言ったよね。いや、本当本当。なんかああいうのって、じゃあ受けた受けた受けるは最高だな。よしと思った。以上。何個だ？全然重大じゃないけど。自分のはないの？
ない。私ずる。私ね、厄年だったの今年。この間知った。知らない間に終わってたの。そう。あのなんかほら電車にさ、つってあるじゃん。あのお正月近くになったら。中継ぎ。来年あの厄年の人、後厄の人、前厄の人とか、うん、何年生まれって書いてた。53年来年後厄って書いてあって、うえーと。婚約だったんだ。余裕だったの。まだ終わってないよ今年。そうだね。あともうちょっと気をつけよう。はい。私敵2014年ブージークラクションを振り返るは以上です。うん、で、まあ来年ですね。どんな年にしようかなとか思うことはありません？特に？今年。うんあのツアーを回ったでしょ、うん、そのツアー回った感じがすごい良くてですね、うん、来年もツアーがやりたいです。あやるやる絶対やる。ツアーもそうだけど2014年なんかとても充実したあ1年だったっていうか、ほら、まあ、ジョイフルジョイフルから毎年1年出そうってバンドで決めたでしょ。久しぶりに出したジョイフルジョイフル、ちょっと変わったアルバムだったらいい加減なブルーがあって、で、まあ、ナポリタン3枚目ってなった時になんか当たり前になっていくわけじゃないですか、これからそれが。で自分も慣れていくようないろんなことにと思ったけど、すごいより一層中身の濃い当たり前の一歩になった感じがすごいあって、来年もそれを維持したいというか、まあちょっとジャンプしたいかな。前回も言ったけどね、ちょっとジャンプすることをしてみたいなっていうふうに思っていますね。あとやっぱそのメンバー4人健康にっていうのはもう年々強く思うことなので、そこかな、まずは。ということで、また来年皆さんに、新曲を書いてライブで会えるのをとても楽しみにしております。今年1年本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんの来年1年がとてもいい1年であることを我々遠くから祈ってます。じゃあまた来年も一緒に楽しみましょう。ありがとう、良いお年を。ゴーンなっちゃった。ジョー